皆さんこんにちは。店長武蔵チャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今日ちょっと用事がありまして、午前中で終わりなんて終わりっていうのはないんですけどね、はい。それで今日はですね、ちょっと前にですね MT03 の乗ってるお兄さんがね、ちょっとオイルうんぬんってことで、でなんかあれだって、やっぱ交換してほしいって言っていただきまして、はい、オイル交換をさせていただきました。MT03、いいですね。気をつけてお乗りいただければと思うわけでございます。はい。やっぱりね、オートバイは危ないですからね。であとちょっとですね、トゥデイキャブ車なんですけどね、うちで何年前に販売させていただいたんですか、相当前なんですけど、何年前ですかね、ちょっと分かんないですけど、中古ですよもちろん。でその時もまあお世辞にも綺麗なスクーターじゃなかったんですね、はい。で5万円ぐらいだったんですよ確か。で結構お乗りになるんですよ。でもずーっとだから仕事でね、いろんなところに行かれるので、それずーっと乗られてるので、結構走られるんですよね。で販売した時に距離がちょっとわからないんですけど、何周してるかわからないので、もう少なくともね1周とかは普通にしてるだろうと、思うんですけど、まあ多く見積もって仮に2周してたとしたらね、やばいんですよ。もうすでにね、あれ何周してるんですかね。でベルトが途中切れたりね、もうなんか2万何千キロ走ってとかね、それでなんかもう2周ぐらいしてたり、であとそんないろんなのありまして、おそらくですねもう4、5周はしてると思うんですよ4、5周、いや5周はして、4周はしてるような気がするんですよね。今回また1000キロになってましたから、でもうね、車体はもうやっぱりガタガタですよ、全体的にね、足回りとか、はい。ただね、エンジンね、すこぶる快調なんですよ、すごい静か、エンジンかけても静かなんですよ、メカノイズ、いわゆる普通ね、そんなに走ってたらいろいろガチャガチャ出てもおかしくないじゃないですか、だって別にタペット調整もしてないし、ねえ、なんですかね。オイル交換はね、まめにちゃんとしてもらってるんですよ。3000キロに1回は必ずやってください。で、ちゃんと3000キロで持ってこられるんですよね。それで、でもオイル安いオイルですよ。いわゆるカスタムジャパンの 10W40。時には 10W30 だった時もありますが、そういうオイルをずっと入れてますから。悪くない、ね、ほら、オイルで、基本的にオイルを、安いオイルをね、こまめに変える。でも、それはダメなんだって人もいるじゃないですか。やっぱりオイルの性能が重要っていうことでね。安いオイルイコール全てダメってわけでもないのかな、とかね。だって、出なかったらおかしくなるでしょ。そんなに走ってたら。そういうもんでもないですか。でもちゃんとオイルもう真っ黒だから、ちゃんと汚れは吸着してますよね。だから、そういう成分がちゃんと入ってるんだろうな。カスタムジャパンをなんかしたいとか、そういう安いオイルはやっぱ良くないとか、そういうことを言うつもりではないですけど、まあ十分なのかなと思ったんですよ。まあ高いオイルでなくてもね。もちろん高いオイルの方がまあ間違いないんでしょうけど、やっぱりほら、ある意味、実証されている。本当にエンジン、ただスターターとかやっぱり音出てますよね。あと、かかりが若干、スロットル開けない、あ、でも温まってるからな。微妙にね。いろんなところはほら、摩耗してるんで、ダメになりますよ、ね、ベルトだって、ね、2回ぐらい切れてますから。変えなきゃダメですよ、定期的にね。もうすぐ変えた方がいいですね、つってね。やっぱり乗られるんでね。そこ、ね、まあもちろんプラグは変えたりとか、
そういうのは2回に1回変えましょう、オイル交換2回に1回変えましょうって言ってやってるんですけど、ね、タイヤだってもう何回変えたかだからそんなに前今日変えたタイヤが2018年の最初の方なんですよ。で交換したタイヤが2019年の20何周とかですね。あんまり1年1年ちょっとしか変わってない、1年ちょっと、ね、すごいですよね。タイヤっていうのはそうやって使うもんですか。なんかもう何年もこれ10もう10年以上前のタイヤだね、ひび、うん、がひびもうちょっと出ちゃってるから交換しましょうかみたいな、なんか結構もういかに無駄であるか、もったいない、無駄というかもったいない。普通はこれ製造からまだそんな1年ちょっとしか経ってないのにもうツンツルてんだっつって、そうやって使うのが一番本当はね、そのためにタイヤって作ってると思うんですけどね。多くは結局眠らせてね、使えなくなって交換するっていうパターンがね、もったいないですよね。皆さんのタイヤはどうですか。キャノピーとかもそうです。2017年とか18年とか新しい。キャノピーなんか特にね、距離走りますからね、減らないですから、ね、でも年間3万とか走るから、それ考えればね、タイヤも交換もね、まあ、そんな感じで、余計なお話も、これなりにしてですね、ちょっと私ははい、所用で手を挙げていきたいと思います。その他わからないです。で、F800GS こちらはですね、お問い合わせいただきましたね。で、近く近所な、まあ、隣町になりますか、接してるかな、接してないか、隣町ではない、でもまあ近い、安いですねっておっしゃるので、まあ値段はねわからないんですけど、うん、で平行ものとかもあるみたいな、平行とかだとちょっとあれなんですけど、チンポやっぱりね、メーカーは日本の法人はほら面倒見てくれないとかあるかもしれないじゃないですか。でも確かね、別 にあんまないと思うんですけど、平行ものの BM ってあんまり聞かないですか、最近のはね。で、まあおそらく、でもなんかリコール貼ってあったなと思ったんですよ。リコールだと、あとステッカーも日本語のステッカーね。だから、でシート外したらやっぱりリコールの貼ってあったんで、フレームにね。あはあ、これやっぱり日本仕様だ。はい、あと、型式ですかね。型式が F800GS なんですよ。だからおそらく平行門だとそうならないんじゃないですか。違うんですかね。型式っていうのがちゃん、いわゆる BM の場合は、その車両の、なんか、名前がそのままなっちゃってるんですよね。型式でね、取ってるんですよね。それが不思議なんですけど。うん、普通は、型式っていうと、まあ、例えば、何があります？ AE86 とか、じゃないですか。AE86-100 なんとかなんとかとかなんじゃないですか。日本の、あれはね。で、で通称名があるじゃないですか。それはトヨタカローラなんとかレビンとかスプリンタートレノっていう名前があってね、ありますけど、ちょっとそれねあんま良くないですね。例えば何がありますか。分かった、記憶にない。ホンダとか、昔のホンダは CB250-のなんとかとかなってましたけど、 CB125-とかね、途中から変わったじゃないですか。RC01 とかRC02、RC03、RC04 とかね、RC04、100、なんとか。そうすると、型式も RC04 になるじゃないですか。なりますよね。型式 RC04 になりますよね。だけど、BMW は WB、なんだろう、WB なんちゃら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 なんですけど、例えばこれだったら F800GS になるし、G650GS だったら G650GS が型式なんですよ。でも車体番号には全然そんなの入らないんですよ。G650 なんとかとかね。そこが BMW 面白いなって思うんですよね。で、まあ、そのステッカー貼ってあるんでね。リコールのね。だって、リコールやってくんないでしょ、並行車だったら。日本では。多分やらないですよね。なんで、まあそういったところからもね、あ、日本仕様なんだな。まあ、後ろに BMW モトラッドのプレートがついてますが、あと、日本の代理店のステッカー貼ってあります。
だからまあでもそこだけ交換してつけて後からつけてるって言われたら分かんないですから、分かんないこともいっぱいあるんですよ。よいしょ、えい、そんなところで、店長武蔵ちゃんで、ご視聴いただきましてありがとうございます。でもこれで終わりじゃないかもしれない。また違う動画が今日アップされるかどうかは分かりませんが、機会がございました。ご視聴ありがとうございました。失礼します。